平林明君。はい、公明党の、平林明です。早速、質問に入らせていただければと思います。まず法務行政について、話し法務大臣は今、取り上げられております11月9日の、パーティーにおきましても、国の根幹をなす、あるいは、国の屋台骨を支える、こういったことを、ご発言をしておられます。法治国家であります。全くその通りと私も考えるところでございます。そして、その法務行政の最高責任者、それが法務大臣であられます。冒頭、まず法務大臣の職責がどのようなものであるとお考えなのか、葉梨法務大臣のご認識を伺います。葉梨法務大臣。改めて私の発言が私どもの仕事を軽んじているような印象を与え、不愉快な思いをさせました。多くの方にお詫びを申し上げます。そして法務省の行政ですけれども、非常にあれですね、法秩序の維持と、それから基本的人権の尊重、これをバランスを取れた形で実現する、その意味で極めて崇高な使命を持っておると思いますし、またその執行にあたっては、このバランスを取るということは、極めて難しさ、専門性も要する、そういうような仕事だというふうに認識をしています。そして法務省の職員もそうですが、私自身もそういったような使命を自覚して、誇りと使命感と緊張感、これを持ってことに当たっていかなければいけない、その緊張感に私が自身が欠けていたということは、まさに私の至らなさだというふうに思っています。平林明君。はい、バランスということを今、強調されました。そしてそれが極めて難しく、また、その使命感というものの、重要性も、おっしゃられました。非常に重たいご発言と考えます。その法務大臣の重たい職務の中でも極めて重たい職務が、死刑執行命令書へのサインであると、このように承知をいたしております。これは人の命を直接的に奪う、その意味において他のどんな職務よりもあまりに重い職務であると私も認識をしております。昨日参議院法務委員会において、我が党谷合正明委員が質問したことに対しまして、法務大臣ご自身が概要で、事前の概要を、精査をして、個別の事情によって異なるけれども相当慎重に厳正な判断をしていくと、このように述べておられました。この心情であるならば、朝死刑の判子を押す、昼のニュースのトップになるのはそういう時だけだと、そういう地味な役職という、こういうご発言はとても考えられないのではないかなと、このように感じるところであります。毎日新聞の報道によれば、執行に関わる人が地味な役職と発言したのは非常に残念で、日本の死刑制度に込められた意味を認識しているとは到底思えないとか、あるいは歴代法相は執行のたびに慎重に検討と繰り返してきたが、今回の失言でそれが口だけだったことが分かったなどと、こういう厳しい専門家の意見が紹介されています。意味を認識しているとは思えない、あるいは慎重にというのが口だけだった、こういうこれらの声に法務大臣どのようにお答えになられるでしょうか。葉梨法務大臣。私ですね、死刑のその判断は慎重に行わなければいけない、また副大臣自体も関与しておりましたので行ってきたつもりです。そしてその判断についてですね、発言をするというのは、それはいかが何でも私はするつもりはありませんでした。しかしながら、ファクトとしてなかなかマスコミに取り上げられないということの例示として、この死刑という重たい刑罰、このことを例示として挙げたということが、やっぱり私の至らなさであり、それ緊張感に欠けていたんだというふうに感じています。そしてこの死刑の判断については、私自身も副大臣の時に死刑の決裁に関与をさせていただきました。
十分な時間をかけて、その事実関係とか、あるいはいろんな個別の事情、これを聞き取った上で、私も私の覚悟を持って、決裁に関与させていただいてきておりますので、極めてそういうようなことを経験した身からしても、今回の発言というのは、本当に私の至らなさであるというふうに思っています。しっかりそう、どういう、皆さんがどういう印象を持たれるかということをよく確認をした上でですね、これから慎重に発言に、言動に気をつけてまいります。平林明君。はい、今のお言葉はですね、私としては信じたい、そういう思いであります。ところが、極めて残念でございますが、10月にも2度にわたって同様の発言をされていたというようなことが報道されている、今も、これ報道で、今朝先ほど、ご自身で、その旨を、おっしゃられました。こういう発言が繰り返されていたとなりますと、どうもやはりこう軽いと受け取れられない認識をお持ちだったのではないかと思いたくないんですけれども、そう感じてしまう部分がございます。その点、葉梨法務大臣、どのようにお考えでしょうか。葉梨法務大臣。本当、複数回パーティーでも発言をさせていただいたことは事実でございます。先ほど申し上げましたように、どういうような受け止め方をする方がいるかということをしっかりと私も確認をしなければいけなかった、そういうことで、まさに私の至らなさだと思いますし、今委員がおっしゃられたような受け止め方をされるという方がたくさんいるということも私も知っております。ですから、まさに言葉の使い方等々についての自分の至らなさをしっかり反省をしなければいけない、そして全く私本意でないことだ、捉え方だったんですけれども、やはりはこれは私の責任なんだというふうに思っております。しっかり反省をして自覚をしてまいります。平林明君。我が党の、竹内譲中央幹事会長代理も昨日の記者会見で、発言は慎重にしてもらいたい、気の緩みがあってはならず、国民の誤解を招くような発言をすべきではないと、このように苦言を呈しております。斉藤国交大臣も、命の重さと法の厳正さの象徴である法務大臣として、覚悟に欠ける発言だったと、このように批判をしております。厳粛にお受け止めいただきたいと、このように思うところでございます。武井副大臣のパーティーが開催されましたのは、この法務委員会での民法改正案が可決をされた日の夜のことでありました。このご発言が多くの国民の法務行政に対する信頼を損ね、また多くの国会議員に疑念を抱かせ、民法改正案は本来は昨日の本会議で衆議院を通過する予定でありましたが、そうはならなくなりました。今国会、過密スケジュールであり、議論が慎重と、これは当然の大前提ではありますが、できる限り速やかに法案を処理していくということも、このスケジュールの中で重要ということも、私は認識をさせていただいております。そのような状況であるにかかわらず、昨日通過しなかったこと、衆議院を通過しなかったこと、これは極めて私も残念に思っております。関連して、参議院法務委員会も1時間遅れて開会をされたと伺っておりますし、本日、このように急遽衆議院でも法務委員会が開かれることになっております。このような事態に至っておりますことを、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。葉梨法務大臣。
私の発言が元で、もちろん法案を提出していますのは閣法ですから、法務省の職員、徹夜で働いてきた職員おります。そして委員会を全会一致で可決していただいた委員会の皆様、与野党の皆様、本当に私の発言が元でご迷惑をかけた、率直にお詫びを申し上げたいと思います。私自身はしっかり今後、反省をして言動を注意するということは申し上げた通りなんですが、この国会運営にこのような影響を与えてしまったということについては、率直にお詫びを申し上げます。平林明君。率直にお詫びを申し上げていただいたわけですけれども、最後に、通告、これもしていないんですけれども、もう一点お聞かせいただければと思います。昨日の松野官房長官のお話によりますと、岸田総理大臣の言葉として、法務大臣の職責の重さを自覚し、大臣として説明責任を徹底的に果たしつつ、職務に当たっていただきたいと語られたと、このように報道をされております。この徹底的にという表現、あまりお聞きしたことがないのではないかなというふうに思います。総理がなぜこのように表現されたとお考えでしょうか。またどのようにしてこの総理のご指示を実行していかれるとお考えでしょうか。話法務大臣にお伺いします。話法務大臣。私の発言の真意について徹底的に説明しろということだけではないだろうと思うんです。徹底的にというのは信頼回復のためにということですから、もちろん私の発言、複数回の発言があったということも認めておりますし、また地元でも、特にインフォーマルな会合で何回かそういう発言をした覚えもありますので、その上では記者の方にも申し上げました。決して後出しで何かをするというつもりは全くありません。すべての発言について謝罪をして、至らなさを恥じて反省をするということですけれども、それだけではなくて、やはりこの法務行政に対する信頼を回復するためには、法務行政、いろいろと大切な行政がございます。民事、刑事、強制保護、入管、公安調査、いろんなところがございます。ですから、それぞれのやっぱり行政の意義について、軽んじているかのような印象を持たれる発言があった、これを謝罪した上で、しっかりと私自身が徹底的にこの法務行政の意味ということを国民の前に、国民に説明をしていくと、そのことによって私自身がこの法務行政に真剣に取り組んでいるということを分かっていただく、その意味でも徹底的に説明をしてくれということをおっしゃられたんだというふうに私は認識をしています。平林明君。もう文字通り徹底的に説明責任を果たしていただいて、信頼を回復していただきたい、極めて厳しい状況とは存じますが、そのこと、信頼回復に全力を挙げられるということをご期待申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。米山隆一君。